こんにちは、コナくんです。今回のチュートリアルはスカートリキングの続きとしてスパイナー系の応用と作り方をご紹介していきたいと思います。こちらのコントロールはスパイナー系と言います。特徴としてスパイナー系は一つのボンチェーンを自由に曲げることができます。スカートを作る際にスパイナー系が役に立てる状況が主に2つがあります。一つ目はメッシュの通過問題を解決すること。二つ目はスカートをつかむモーションを作ること。前回のチュートリアルではスカートリグの基本が完成しましたが、まだ物足りない部分があります。それが効率よくメッシュの通過問題を修正するためのコントロールです。例えば通過問題をなくすためにここの布を持ち上げたいと言います。 FK ボンでやるとこのように最小限で3つのボンを回転させる必要があります。これは非効率かつ非直感的な操作方法だと思います。しかしスプライン内系コントロールを加えれば、たった一つのコントロールを移動すれば理想の形が作れます。一方先でスカートをつかむこともできます。現在の画面にあるモーションはカテシーと言います。特徴として両手でスカートをつかむことになります。先ほどと同じく FK ボンでスカートの形作りをすることが非常に非効率ですから、スプライン内系コントロールがあればこうやってコントロールを手の方向へ移動すれば簡単に布を引っ張ることができます。そしてこれらのスプライン内系コントロールは元のリグの上に加えているので、物理シミュレーションや FK コントロールには影響を及ぼさず元の機能を保つままに作動します。このチュートリアルではこのスプライン内系の作り方と元にあるポンチェーンに加える方法をご紹介していきたいと思います。ファイルは前回のチュートリアルで作成したものを使用します。もしファイルが持っていないなら概要欄でダウンロードしてください。チュートリアルを始めます。まずは体のリグを正規ポジションに戻します。スカートリグを選択しスラッシュキーでリグを独立表示します。エディットモードに入ります。前のポンチェーンを選択しシフト D で複製し M 比でレア6に移動します。レア6を選択します。最初のボンを選択しスカット SPIKA.001 と名付けます。ボンチェーン全体を選択し名前の位置に右クリック、そしてコピーとセレクトと選択します。こうすればボンチェーン全体がネーミングされます。ポーズモードに入り全体のボンコンストレントを削除します。オブジェクトモードに戻ります。シフト A でパスを生成します。スカットボンスプライン A と名付けます。エディットモードに入りフィューポーズオーバーレイのノーマルのチェックボックスをオンにします。こうすればパスの方向が見えるようになります。前端と尾端以外の点を削除します。スナップをオンにして矢印の先をボンの尾端に移動し、矢印の後はボンの前端に移動します。2つの点を選択し右クリックサブディファイドを選択します。スナップをオフにします。中央の点を移動したら線が硬い直線に見えます。ですがスプライン内系は柔らかい曲線を使用した方がより良い見栄えが出せます。だからここはプロパティのアクティブスプラインを開いてオーダー U を3に変更します。そうすればカーブは直線ではなく曲線になります。オブジェクトモードに戻ります。ボンチェーンを選択してポーズモードに入ります。ビタンのボンを選択してボンコンストリントにスプライン内系を追加します。ターゲットは先ほど作ったスカットボンスプライン A を選択します。このボンチェーンは5つのボンがあったのでチェーンレンフを5に設定します。オブジェクトモードに戻ります。カーブを選択してエディットモードに入ります。点を掴むとボンチェーンが追随するようになりました。ですがこのままではアニメーションキーが作れないので、これらの点を制御するコントロールを作成する必要があります。
オブジェクトモードに戻り、文献を選択して、エディットモードに入ります。最小の文を複製し、M比でレイヤーセーフに移動します。レイヤーセーフを選択します。文を scat-spline9k-control-a.001 と名付けます。スナップをオンにして、スナップウィズにアクティブを選択します。文を複製し、カーブの中央にスナップします。もう一度ボンを複製し、今度はカーブの微端にスナップします。そうすれば3つのスプライン 9K コントロールが出来上がります。次のステップは、これらのコントロールでカーブを制御する仕組みを作ります。オブジェクトモードに戻り、カーブを選択してエディットモードに入ります。モディファーにフックを3つ追加します。全フックモディファーのオブジェクトにスカートリグを設定します。ボンのスペースにスプライン 9K コントロール1、2と3をそれぞれに設定します。一番上の点を選択し、スプライン 9K コントロール .001 のフックのアサインボタンを押します。2番目は002をアサインし、3番目は003をアサインします。オブジェクトモードに戻ります。そしてコントロール表示用のメッシュを作ります。Shift A でキューブを作って、エディットモードに入ります。S キーでキューブを縮めて、そして面だけを削除します。メッシュをスプライン 9K コントロールシェイプと名付けます。オブジェクトモードに戻ります。ボーンを選択してポーズモードに入ります。スナップをオフにします。ボーンを選択してビューポートディスプレイのカスタムオブジェクトにスプライン 9K コントロールシェイプを設定します。シフトを押しながらスプライン 9K のレイヤーをオンにします。スプライン 9K コントロールを移動すれば、スプライン 9K の文献を制御することができるようになりました。FK 本のレイヤーを表示します。最後のステップは、この元にある FK 本と新たに作ったスプライン 9K を連動させることです。スプライン 9K のレイヤーをオフにします。FK 本を選択し、コピートランスフォーメーションコンストリントを追加します。前に作ったコピーローテーションコンストリントに似たように、ターゲットにスカートリック、メックスにビフォーオリジナル、ターゲットとオーナーにローカルスペース、最後にスプライン 9K 本を設定します。残りの本たちも同じ設定をします。こうすれば元の FK コントロールや物理シミュレーションの機能を保つままで、スプライン 9K で追加調整ができるようになりました。最後の最後は他のスカート本も同じくスプライン 9K を追加します。自分がリッキングをするときには一つの掟がある。それは重複する作業があるなら、それはコードでやるべきです。だから前回と同じく、今回もまたコードで残りの作業を遂行します。スクリプティングのタブに移行します。FK 本のレイヤーだけを表示します。エディットモードに入ります。隣の本の前端を選択し、L 比で本チェーン全体を選択します。コードを実行します。コードの実行が成功したら、ここにはエラーの告知が出ないです。もしエラーの告知が出たら、これらの名前とレイヤーの数字をチェックや変更をしてください。コードの実行が成功した後に、レイヤー6に移動すれば、新たなコントロールが見えるはずです。確認した後はまたエディットモードに戻り、残りのボンチェーンたちも同じく、選択しながらコードを実行します。そうすれば、陸全体はスプライン 9K が付いている状態になります。最後は残りのスプライン 9K コントロールの Viewport Display Object をスプライン 9K コントロール Shape に設定します。設定した後、スカットリグ全体がようやく完成しました。今ではスカットを自由自在にコントロールすることができます。足を追随することも、物理シミュレーションをつけることも、FK で回転することも、ス
プライナイケデスカットをつかむこともできます。最初の MME キックのモーションに戻るとメッシュの通過問題を簡単に修正することができます。あるいは、カーテシのようにスカートを持ち上げるモーションを作ることも可能になりました。今回のチュートリアルは以上です。もし気になるようであれば、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただけまして、ありがとうございました。